皆さんこんにちは。今回は、6月に、9点で購入したコスメが、いろいろ集まってきましたので、それを全部まとめて紹介しようと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回はもう品数がすごく多くって、もう1ヶ月分到着したものを貯めているので、量が多いので、結構もう早めに行こうと思います。まず1つ目はこちらの、アイオペのスキンケアになります。これは2つ好きなのを選んで、大体1600円とか1700円ぐらいで、買えるスキンケアで、今回は、エッセンシャルファーストセラムっていうこういうのを買いました。で、洗顔を一番最初に使うセラムとして、これを2本同じものを選んだので、1本も使っているんですけれども、こういうファーストセラムになります。で、アイオペのスキンケアすごく肌に合っていて、ナイトクリームとか、あと美容液とか、リフトアップの美容液とクリームとかいろいろ使っているんですけれども、もう持っていなかったらこれをちょっと使ってみたいなと思って買ってみました。もうこういう緩めのテクスチャーのセラムになっていて、一応これを最初に仕込んでおくと、スキンケアの浸透が良くなったりして、であと香りもちょっと爽やかな感じの香りで、今この暑い時期に一番最初にこれを使うとすごく肌も引き締まって、すごくいい感じで保湿もしてくれる美容液になっています。はい、そして続いて2つ目はこちらになります。エイプリルスキンの、クッションファンデを購入しました。これはピンクのシリーズなので、ファンデーションではなくってコントロールカラーのクッションになります。以前ですね、こちらの、ラベンダーのカラーですね、このカラーをスタイルコリアンさんからご提供いただいたときにすごくこれ気に入って、これはラベンダーになるんですけれども、今回グリーンの方を欲しくって、グリーンの方は購入しています。はい、これがグリーンの方ですね。こんな感じで最初の方はまだ使っていない感じなので、これでクッションで取るとこういう感じでつきます。で、色味のこの補正効果っていうのは、そんなにすごくあるっていうわけじゃないんですけれども、時間が経った時の肌のくすみが本当に全然なくって、それがすごく気に入っています。もちろんラベンダーの方もそうなんですけど、このグリーンも肌の顔の赤みを落ち着かせてくれるので、ファンデーションを使う前にこれを仕込んでおくとものすごく良かったですね。はい、そしてこちらです。ラネージュの限定のパッケージのクッションファンデも購入しています。ラネージュは普通にこのタイプを愛用しているんですけれども、こちらと全く同じものになります。色も同じ 13C で購入しているんですけれども、もうクッションファンデーションはコレクションとして可愛いものがあったら買おうという感じで、で、今回はリフィルがついた状態で中にも1つセットされているんですけれども、こういうフクロウなのかな、すごく可愛いこういうパッケージになっていて、もうこれはもう一目惚れですね。中身はもう全くね、これと同じなので、もうこれはコレクションとして購入しています。はい、そして今回まとめてちょっと、パウダーをですね、3つ3種類購入しました。こんな感じになります。なんかもうどれも大きさも同じで、同じような感じの仕上がりになるんですけれども、まずこちらのホリカホリカのスイートコットンのポアカバーパウダーっていうのを1つ買っています。こんな感じでもうサラサラになるパウダーですね。で、有名なこちらのスキンフードのピーチコットンの、マルチフィニッシュパウダーですね。こういう桃のちょっと形は昔に比べるとリニューアルされたものになるんですけれども、これもルースパウダーのこういうやつですね。で、もう1つがこちらのシークレットキーの、ローズウォーターオイルクリアパウダーっていう、こういうやつですね。これだけは2個、2つで1000円ぐらいで売っていたものになるんですけれども、これは2個購入しています。で、パウダーといえば、もうかなり有名なこのイニスフリーの、ノーシーバムミネラルパウダーなんですけれども、これはもう4、5年結構前から愛用しているものになるんですけれども、これとほとんど似ています。簡単に一個一個説明していくと、まずこのスキンフードのパウダーなんですけど、これはもう本当に桃の香りがすごく癒されるのと、
で、粉自体もすごくさらっともちろんしています。で、まだちょっとちゃんと使っていないんですけれども、本当にこう仕上がりはさらっとした感じになります。ホリカホリカのスイートコットンもすごく粒子の細かいパウダーになっていて、これはちょっとね甘い香りがします。これもこんな感じで本当にすごくサラサラにしてくれる感じですね。一番私気に入ったのはこのシークレットキーのパウダーなんですね。まずそのローズウォーターっていうところで香りがものすごくいいです。これに関してはちょっと好みがあるかもしれないんですけれども、本当にフローラル系のローズの香りがして、これはもう私大好きな香りですね。で、パウダーに香りはちょっと求めていないっていう人も多いと思うんですけれども、すごくお化粧直しの時も癒される感じで、これが一番気に入りました。で、粉質も普通にさらっと仕上がるし、毛穴のカバーとかもしてくれるので、今回買った3つに関してはどれもすごく気に入ったんですけれども、周りも含めて気に入ったのはこのシークレットキーのものになります。はい、そして続いてはちょっとこれは購入したものじゃないんですけれども、ここにちょっと一緒にビデオで紹介しようと思うんですけれども、こちらはビューティーコリアさんから商品いくつか今ご提供いただいてるんですけれども、今回ちょっと一つすごく人気の商品があるのでプレゼントしますということで、これはいただいたものになるんですね。で、これが何かと言いますと、このクリオっていうブランドの、シングルアイシャドウですね。プロシングルシャドウっていうこういう商品なんですけれども、最近ですね指原莉乃さんが、使っているコスメとしてツイッターで紹介された、エチュードハウスのディアダーリンティント2本と、で、この目元はこのアイシャドウを使っているということで、Q10 とかでもいきなりランキングが1位になったりしたアイシャドウなんですね。で、ビューティーコリアさんでもすごくこれが売れているっていうこと で、特にこの紹介された G10 番っていうこのカラーなんですけれども、これがもう国内ではもう売り切れになるんじゃないかっていうぐらいものすごく人気のアイテムらしいんですね。で、それを今回ちょっといただいております。で、ちょっと色も見てみたいと思うんですけれども、結構アイシャドウとしては大きめですね。で、塗ってみるとこんな感じで、色味というよりはすごくピグメントがもうかなりキラキラのアイシャドウになっています。単品使いでもキラキラだけ表現するにはすごく綺麗なアイシャドウですね。まあ、ここにアイライナーとかちょっと濃いめのポイントカラーを重ねて使っても可愛いかなっていう感じで、すごく綺麗な色ですね。続いてはこちらになります。これも Q10 の、ちょっと読み方全然知らないんですけれども、ちょっと物を見ていただいた方が早いかなと思うんですけど、はい。こんな感じの、リップオイルです。すごくね、これ見たことあると思うんですけれども、クラランスのリップオイルがすごく今有名というか、まあ人気だと思うんですけれども、それのまあ似たような感じのやつがやっぱり韓国コスメからも出まして、で、色が赤っぽい色とこの、プラスこの2色で3色発売されていて、で、2つで1500円ぐらいで購入しました。こっちの黄色い方はなんかハニー系の感じのもので、アプリケーターもちょっと大きめのものになっていますね。で、色はもう塗ってみたらほとんどつかない感じで、で、オイルといってもかなりねっとりした本当に蜂蜜みたいなテクスチャーのものですね。で、匂いは普通にちょっとこう甘い感じの、蜂蜜まではいかないですけど甘い感じのこういう黄色っぽいものと、で、こっちはグレープですかね、ラズベリーだったかな名前が、こんな感じのものになっていて、で、これは若干ですが、色はつくんですけど、でもこう、唇にのせてもほとんど色はつかないです、こっちも。なので、この黄色の方がすごく人気があるみたいなんですけど、こっちの方も別にそんなにこのままのね、色が出るわけじゃないので、まあ私はこっちの、香りもこっちの方が結構好きですね。はい。そして続いてはこちらです。最近ハマっている3コンセプトアイズの 3C の、こちらリップバームっていうんですかね、になります。こういう三角形の缶に入っているもので、こちらはピンク色の色がつく、まあ、ティントみたいな感じのものになっています。すごいね、香り、こうバニラっぽい香りがして、で、色も意外とピンク色に染まりが強い感じになっています。
まあ、塗った瞬間はこれぐらいの程度なんですけど、もうちょっと時間が経つと結構発色は強めのピンクになってくれて、まあ、バームティントみたいな感じのものになりますね。そして、これが多分最後になるんですかね。こちらのディアダーリンティント、エチュードハウスの、コスメで一番これは新しいタイプになるんですけれども、こういうアイスクリームのバーみたいな形になっていて、これはもう見た目ですよね。もうインパクトがかなり強い感じなんですけども、こういう感じの本当にアイスクリーム、アイスキャンディーみたいな形になっています。これを3色購入しました。まずこちらの PK の004番になります。で、ここですね。ここを回して開けるとティントがこんな感じで出てきます。もうなんかチップもすごくちっちゃくて可愛いですね。で、まずこちらがこんな感じの結構落ち着いたくすんだローズっていう感じの色になっていますね。で、2色目がこちらの PK の005番になります。これはちょっと明るめのピンクかなっていう感じなんですけど、はい、こんな感じのテクスチャーはすごく緩めですね。で、色づきもそんなに強くない感じで、ものすごく使いやすい軽いつけ心地になっています。これも可愛い、ちょっと明るめのコーラル系のピンクっていう感じですね。そして3色目が PK の006番になります。これはなんかすごい見た目でもラメがギラギラしている感じで、これが結構ね、売り切れているお店が多かったんですけれども、こちらがこんな感じの、あ、でもかなり色はベージュですね。ラメがすごい感じです。すごく綺麗に光るグロスになっています。まあ、グロスっていうか、まあティントですよね。今まで持っている、ディアダーリンのシリーズ、ゼリーティントとか、あとオイルティント、ソーダティントってあるんですけれども、テクスチャーとして一番近いのは何だろう、結構どれに比べても一番軽いつけ心地ですね。オイルティントよりも一番近いのはなんかオイルティントかなっていう感じはするんですけど、発色はオイルティント結構強いんですね。で、口紅にもべったりつきますし、それに比べるとすごく、それよりももっと軽くって、色づきも結構こういう感じで、落ち着いたこうかなりシアー感のある感じっていうんですかね、透明感が一番あるタイプのティントになっていて、あとね、3色ぐらい多分あったと思うんですけれども、形もすごく可愛いですし、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、ということで今回は9点の、コスメですね、韓国コスメを、ざっとご紹介いたしました。まだ紹介するまで全然ね、使っていないんですよね、いつも。なので、これからまあ使ってみて、本当に気に入ったものはまた、他の動画でまとめて紹介しようかなと思っています。それぞれの商品の購入ページは概要欄に貼っておきますので、気になった方はぜひそちらからチェックしてみてください。それでは、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。